どうも、ショータイムゴルフです。今回はですね、翔太と勝也と竹内プロと越谷ゴルフクラブに行ってきました。翔太はですね、左肩怪我しているのでハーフスイングでラウンドしています。それではお楽しみください。どうぞ。356ヤード10番、頑張って。左ラフ。今日は今日こそアンダーですか？それっすよ。2000円でいいんじゃないって言われたけど、本当に2000円だからね。お願いします。なかった。ね、やったわ。行こう。行こう。すみません。はい。はい。ありがとうございます。押してる。お願いします。押してなかったんですか。で、久しぶりすぎてちゃんと見てなかった。で、またやりましたね。すみません。これもう本当ごめんなさい。今めっちゃいい球、ね、めっちゃいい球だったのに。やってますね。いやもうちょっとね、撮影久しぶりだったからカメラにこう。枠に収めるのに必死で全然見てなかったんですよ。俺のジョン・ラム打法が取れてなかったな。やっちゃったな。まあでもいい球、いい球でしたよ。ちゃうの、乗り入れ、乗り入れ OK、 乗り入れできる。すげえ、超楽じゃん。この場所途中までだから、ボールあるとこまではいけない。これ手間は、いやこれ俺のダメだな。これショートさん普通に飛ぶじゃないですか。そう飛ぶやん。だからジョン・ラムだもん。おかしない。怪我人じゃなかった。ハーフスイングやで俺。ハーフスイングで300ぐらい飛ぶんだよ。マントビ。あ、2個あんじゃん。2個ある。やばい、あいつは飛ばれない。飛ばねえな。でも兼用でしょ。竹内さん、勝也の3ウッドに負ける。やっぱね、違うんですよ。道具の力ですよ、道具の力。道具の力、ほんとに。で、だってこの間練習場で打ったの見てても、ドライバーの初速が僕より間違いなく速いですよ。ヘッドスピードは遅いけど。龍馬にするやつやるけど。距離がわからん。あそこで88だから。100ヤードくらいで。レーザー持ってる。俺のレーザーだと、まあ、95。90ぐらいですね。実際さ、うん、実際本当に池入ったらさ、ワンクラブ、ツークラブ、ツークラブ。うん。ラインから横切ったところからツークラブ。で、無罰の場合はワンクラブ。なるほどね。ああ、なんか補修地とか。そう、中立とかね。それは打てるところから。そう。アドレストレート。そうそうそう。ニアレストポイント決め。サンドウィッチ。はい、サンドウィッチで。いいよ。弱いけど。筋ってる。ナイスオン。オン。どこ、いいじゃないですか、調子いいね。おお。簡単じゃない。そう言ってられるのも最初のホールだけですよ。俺両手ゴルフ2ヶ月ぶりなんだよ。負けたらやべえな。私はやってるけど。やべえな。いやでもね、このなんかだだっ広いこういう感じだとやっぱね、ちょっと距離感分かりづらいですよね。53ヤード、うん、まあ、しっかり測らないと分からない。
ちょいだ振り。オッケー。ナイス。え、53ヤード。今は何度で打ちました？60度。プロだな。そうだ。プロって語ってるじゃん。ショットさんが なんかタイトルに困ってるのか、何かとプロだからなんとかみたいな、めっちゃプレッシャーかけてる。壊れてんだよ実際に。プロはどっからでも寄せてくるイマジネーションとかさ、全然寄ってねえの。あれめっちゃうまいんですよね、あれ。本当はめっちゃうまいんですよね、あのアプローチ。うまいうまいうまい。寄ってなく見えるけど、一個一個めっちゃうまかったじゃん。寄ってなく見えるけど、あれもうしょうがないの。俺うまいよあれ。うまいんですよあれ。限界本当に。夕方は一回やってみてくださいって感じな。スレドリアンで。本当だよ。バーディーパット。結構転がるよ。早いね。いい感じ。入った。惜しい。入ってない？入ってないよ。ちょっとあれ、ちょっと CG で。CG。行かないじゃん。あ、早いな。ショートさん、バーディーパット。お、重いよ。うん、重い？そう。いや、ま、その高麗の割には転がるかなっていう。ナイスパー。ナイスパー。勝谷さん。パーパット上りややフック、いいラインナイス、ナイス、そういうの大事です。はい、大事。70台出ますねこれ。え、イージーコース？いやいや、ゴルフに簡単はないですから。でも結構短い距離は短いです。多分6600とかしかない。池が多い。池が多いですね。でもね、グリーンがやっぱこの高麗グリーン、本当はもう一個バミューダ、確かバミューダグリーンになってて、バミューダの方が難しい、ここが多分難しいはずなんですけど、僕はまあ高麗でしかやったことないけど、でも、まあ、高麗だけどあんまり芝目がなさそうですね。綺麗に買ってあって、そうだ、はあ、でもね、やっぱ、ね、ショートパット、今勝谷さんはうまく入れたけど、高麗のショートパットやっぱ難しいです。そうですね。え、なんで高麗 のショートパット難しいんですかね。やっぱこう目に左右されやすいし、転がりが悪いと球よれるし。じゃあしっかり自信を持ってストロークしないと。そうです。ということですか。そうです。今の勝谷さんにはね、一番大事な要素だと思います。これを強くしてきた。そのなんか帽子曲がってるから。かわいがってた。パー5。550ヤードのパー5で、パー5ショートさんが長いっていうのが、なんかすごい新鮮な感じです。取れてますか？Hey, John Ram. How are you? 実一番ホールのティーショット。一発目のティーショット。先ほどのいいティーショット、カメラに収まってませんが、もう一度見ることができるのか。ちょっと左に。おい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 。ちょっと危ういラインに。かなりあれですね、真っ平らの木も少なくてアメリカっぽいですね。ナイスショー、まっすぐ、
この辺ですね。体が止まります。さあ、翔太、3打目です。3打目本当は5打目本当は5打目だから。え、大丈夫これ、うん、これいけ、いや、どうだろう。この辺に行きました。なんかあそこ大丈夫そうじゃないですか、マウンド内。さっきのティーショットの距離があればグリーン超えてっちゃうよ。いる。グリーンに向かって一直線ピン。やった、大丈夫。何ヤード何番ですか？250ヤードスプーンで。はい、250スプーン。そっちじゃないですね。ショートさんの何打目ですかこれ？6。本当に6打目でいいの？6打目。95？ 93。 56。お、ピンまっすぐ。これか。ナイス、完璧。カツヤさん3打目、あ、4打目だ。4打目50ヤード？50ヤードくらいかな。もうちょっとあると思いますよ。ピンは奥目です。60ヤード。平らなので距離感がつかみづらいですけれども、とりあえず乗せたいですね。ちょい強め。ちょっと大きい。まあ、ロケーション的には上りで山越えてすぐぐらいのところにピンが多分あるんで、手前から行った方がいい。そう、手前にとりあえず乗せて2パットでいいって思っているロケーションだったんです。翔太さんの方がちょっとできすぎてる。そっか、ピンまでは55ヤードぐらいあります。58ですか？柔らかい。もうめっちゃ転がる。ナイス。めっちゃ転がりますね。さすがプロ。ありがとうございます。そう言ってもらえると頑張っちゃいますよ。本当にこの間のご名返上しないといけないから。今日は頑張ります。頑張ってください。さあ、勝谷さんはグリーンをオーバーしたので奥からアプローチですね。結構オーバーしてるな。ピンから20ヤードぐらいオーバーしてる。まあ、プロだからね。多分キャリーでグリーンオーバーしてましたね。なんかこういうミスをなるべく減らしていきたいですね。なるべく早くグリーンに乗せたい。勝谷さん5打目。ちょっと強い。あ、高いね。うん、まあしょうがない。勝谷さんの6打目。ボギーパット。おーし、しっかり打った。ラインはまあまあ読めてますね。いや、マークでしょう。それはマークでしょう。どうやったってマークでしょう。それは、うん、そういうとこはやめた方がいいです。本当ちゃんとした方がいい。ショータイムゴルフダボパット。ナイス、ナイスダボ。いやすごい、ナイスセーブ。2回蹴れたけどね。マジか、プロ。
それはないな。だから言われちゃうんだよ、そうやって。やり直してね。もう一回やりしたいな、今の。暗い暗い。ザザザザザって言うんだよ。結構曲がるんだよね。ダボパッド。ナイス。芝目、芝目ないとか言ってたけど、めっちゃあるやん。2-0-2。こういうところだな。今日反省します。これが高麗の怖さですか。いや、かけない。芝じゃない。こちら。腕。おかしいな。今回のあのカレドニアのやつでパター外しまくって、めっちゃあのコメント欄で、あのいやあの何ですか、励ましの言葉をいただいて、あのめっちゃ練習してるんですけど、パターちょっと成果出せるかな。TT パーです。パッド。はい、パッド。何番？8番。8番で。145ヤード。1番。上げてますね。9だ。わしやだね。どうしたんすか。今までだったら7でしょ。ズームしてズームしてズームして。一昨日から調子悪いんすよ。大丈夫。めっちゃいい。諦めない。翔太さんは8ですか？7？ 7。うん、7。ハーフだと。もうこういう河川敷のコースは久しぶりに来ましたけど、僕も昔小学生ぐらいの時は、ね、よく電車で一人で来て、知らないおじさんたちと組み合わせで回って練習してました。懐かしいですね。お、いや、いいよ、これ。おぉ、うまない？中のショートがいやいやいや、スイングじゃないですね、ゴルフは。本当にハーフスイングで回ってるよ。しかもハーフでしょ。なんなら今の方が結構いい球かもしれない。距離だいぶ落ちてるよ。関係ないっすよ。球ちゃんとハーフスイングでドロー打てるのがすごいな。雪ぐらい飛んでるからまあいっか。え？うん、そうですね。距離じゃないです、ゴルフは。距離じゃないってことで。はい、距離じゃないです。はい、勝谷さん2打目。90ヤード。え、60度で行くんですか。90飛ぶ。90分かんない。さっきなんかさ、50ヤード打とうとしたらめっちゃ飛んだからさ。うん、ちょっと何言ってるかよくわかんないですけど。おー、いいよ。ナイス。距離ぴったり。58で。止まんないですよね、これ。入れ。うも。先です。上りちょっとフック、しっかり打った。いいよ。あ、惜しい。ナイスパット。
OK。 いいパットですね。高麗グリーンが合ってるかもしれない。いや、ベントも合ってるいつも合ってる。ショートさん、バーディーパット。これ最近のいつもの音楽が流れてますね。デン、デン、デン、デンってやつ。あれあれしょうがないよ、久しぶりのゴルフだもん。これが高麗グリーンの恐ろしさ。転がりそうで転がらない。ナイスパー。